先輩にちょっと報告したいことがあってえっ俺なんか変な顔してますマジう,うそっか顔に出てるかえー、じゃあもう知ってるのかな俺から報告したかったのにあマジですか よかった、決まった時に先輩の顔が真っ先に浮かんで報告しなきゃって思ったんですよ実は今度のプロジェクト俺も入れることになったんですうん反応薄いっすねああそうなんですかいやだったら俺が入ったらいいのにとか思って。 でなかったんですか本当に思ってましたうんならいいんですけどもうちょっと喜んでくれてもよくないですか先輩冷たいな確かに一つ上の佐川先輩も参加したいって言ってました